はい、皆さんこんにちは、こんばんは。そしておはようございますの方はおはようございます。中村平です。本日はコメント返信になります。はい、今回はですね、このチャンネルの公式 LINE アカウントに送っていただいたご質問にお答えの方をさせていただきます。早速ですね、メッセージの方を読ませさせていただきます。みーさんですね、ありがとうございます。ジャニーズ質問というか、一つテレビがないとおっしゃってたので見てないでしょうが、オードリーの若林さんのおかえりこっち側の集いという番組に2週にわたってキンプリの高橋海人くんが出てました。ペガサスとライオンでなぜあそこまでネガティブなのかがめっちゃ気になりました。人の気持ちを気にしてしまう面とかもどこから来るのか、めっちゃ共感する面も多く、やはりペガサス、確か若林さんもペガサスだったような、本当に面白かったので時間あれば見てみてください。はい、私初めての一人暮らしから今に至るまで1回もテレビを買ったことがございません。今回もですね、そんな私を、気遣ってか、わざわざ TVer のね、リンクも送っていただきましたので、そちらから拝見の方させていただきました。ということで、今回はジャニーズ枠でキング&プリンス高橋海人くんでのご質問となります。動画にしてほしいというですね、一般枠のご質問も随時受け付けておりますので、お気軽にコメント、メッセージの方をしてください。それでは今回も参りましょう。よろしくお願いいたします。はい、それではご質問にお答えの方をしていきたいと思います。まず最初に高橋海人くんのファイブアニマルの方はこちら。はい、で、今回ね、送っていただいたリンクから番組ね、見させていただいたんですけども、改めて高橋海人くんのそのトークからですね、ファイブアニマルの動物のらしさが出てるなというふうに思いました。それはですね、高橋海人くんがラジオをやりたいという話題を出したんですけども、まあ、その中でですね、頭で考えてることと口から出ることが変わってきちゃうということ、まあ、あとはですね、その、まあ、どんなラジオをやりたいかっていうそのね、説明で、そしてこういうラジオを実は友達と、まあ、プライベートでオフラインでやってますってことをおっしゃってたんですけども、まあ、それをですね、説明するんですよ。しかし、そのね、説明の内容が全員、そして僕自身、見てる僕自身も、ハテナマークが浮かぶっていうですね、まあそういったこう、なんかね、表現のね、まあ苦手な部分っていうのが、まあ見事に出ていました。それは、やはり、本質のペガサス。まあ、ここになるんじゃないかなというふうに思います。まあ、ペガサス以外にも、この高橋海人くんは、ライオンが2つ、プラス本質がペガサスという、もう本当に、ザ、大物志向、そしてザ・大物の志向の中でももう本当にビッグ型かける2つなんで、もう超ビッグ型だなっていう風に僕の中では印象深い方になるんですね。で、まあそんなですね、ザ・大物という高橋海人くんのこの頭の回転の速さですね。まあ、それがですね、この考えてることが、口に出るまでにここで変わっていってしまうっていう、ここがですね、もうまさにだなというふうに感じました。そんな感じの非常に面白い回だったんですけども、まあ、今回のですね、ご質問の、ペガサスとライオンで、なぜあそこまでネガティブなのかがめっちゃ気になるという、こちら、まあ、答えていきたいと思います。ですね、まず、バラエティでの葛藤という部分をですね、まあ話されていたんですよ。で、それはバラエティ番組にやっぱりね、こう出演ってするじゃないですか。で、その時にやっぱり何かまず面白いことをしなくてはならないのかなっていうプレッシャーがかかるんですよ。まあしかしですね、事務所のマネージャーに相談すると、いや、それはね、キャラを考えろと。そういった笑いという要素は芸人さんも出演してるんだから、まあそういった方に任せていいと。カイトは自分らしく行けばいいと。っていうことをですね、まず言われるんですよ。まあしかしですね、その現場に出ていると、まあスタッフさんからですね、まあ時たま、ここはちょっと冒険してみようかというですね、まあそういった提案をされるんですよ。で、その時に非常に葛藤されるんですね。で、葛藤した結果最終的に、いや、ここは、まあね、何かこうしくじったりとか面白くないと、もうね、このバラエティね、呼ばれないんじゃないかとか、スタッフさんに、こいつマジセンスねえやとか思われるんじゃないかとかね、まあそういった恐怖心があって、で、最終的にバラエティを撮ると。で、その結果、何か、
自分らしくないことをしてしまったんで、自分に嘘をついてしまったと。で、そうすると、ああ、またこれで自分の細胞が何個か死んだなっていう風に思うらしいんですね。っていう、まあそういったバラエティでの葛藤という話をしていたんですけども、まあそこからですね、まず分析のをさせていただきます。で、それはですね、まずやはりこの高橋海人さんの表面のライオン、意思決定のライオン、そして本質のペガサスという、まずはやはりここからになるんですよ。これがどうなるかというと、大物思考というものは基本的にいつも輝いていたいという、まあそういった基本的な姿勢、願望というものがあるんですね。なので、なんかこう、みんながワイワイ盛り上がっているというところで、こう自分だけね、ちょっとまあ分かりやすく言うとこう格好つけてるとか、クールにしてるとか、まあそういったことっていうのは、まあちょっと、まあなんか違うかなっていうふうに思うところあるんですね。みんながその笑い、まあやっぱりバラエティ番組ですから、笑いに行ってるわけですよ。ってことは、自分も同じようなベクトルで、やはりこう笑いに持っていきたい、もっと言うとそれを超えるぐらいのものを作り出したいなというふうに自然と思っていくんですね。でプラスこの場合高橋海人くんは隠れに黒豹がいることが非常に大きいんですよ。これが何かというと、この黒豹というのは人からどう見られるのかということを常に常に意識しているんですよ。しかもかなり強く意識しているんですね。っていうものが隠れにある。で、プラス、この大物思考の輝いていたいというのがある。で、さらに、これをですね、より細かく分析していくと、本質のペガサスというものは、別名、敏感型と言います。で、僕のね、これはね、試験になるんですけども、このペガサスの敏感なところっていうものが、ものすごくね、強く働いてると思うんですよ。その空気というものを人1倍、2倍、3倍、もっとかもしれません。それぐらいに感じ取るという、まあ考えすぎる、感じすぎてるということ。で、さらにさらにそこに加えて、ライオンの存在なんですね。表面のライオン、意思決定のライオン。で、僕もチャンネルですね、これたびたび言ってるんですけども、表面と意思決定、ここが同じ動物である、または同じジャンルである。で、このジャンルというのは、人思考、白思考、大物思考の、この3つの種類になるんですけども、このいずれかが一緒である場合に、かなりそっちの気質が強くなるということを説明してきてるんですね。なので、高橋海人くんは、表面にライオン、意思決定にライオンなんで、ライオン気質、かなり強いと思うんですよ。で、このライオン気質がここでどう働いてるか、それはやはり完璧というささやきになるんですね。意思決定というものは物事を決定していくときにこの耳元でささやいてくる動物、まあこのように考えていただいたらいいと思うんですけども、それが完璧型のライオンになりますので、まず高橋海人くんは本質のペガサスで強く強くその空気というものを感じ取っている。むしろ考えすぎている。で、そこに隠れの黒豹は人からどう見られるのかということをすごく強く意識している。で、さらにさらにライオンというものがそこに完璧に完璧に完璧にっていうささやきをささやき続けてるんですね。その結果、本来の自分らしさなんてものはぶっ飛んじゃうと思うんですよ。その場の空気に合わせて、じゃあこうしようっていう風にして、まあ頑張りに行ってしまう。その結果というね、まあこういった流れになってくるんではないかなというふうに思います。まあなんて言ったってね、この大物思考というものは状況対応型というですね、2分類ですね。状況対応型、そして目標思考型というこのくくり、このくくりで言うところの状況対応型は名前の通り、その状況に対応していくという動物になってきますので、やはりですね、その空気感がバラエティという笑いの方向に持っていってるんだったら、自分もというふうに考えるのは、これ、至極当然なことですし、高橋海人くんの場合は、特にそれが、まあ強く出るからじゃないかなというふうに思いました。で、次にですね、5年日記というものですね。はい。高橋海人くんは、まあ、このね、自分の活動というものを、まあ、書き綴っていこう。まあ、絵日記で残していこうというふうに思って、で、しかもそれが1年ではなく、まあ、5年というね、長尺のものですね、残そうと思ったんですよ。で、その日記をいざ書き始めたら、その内容というものが、あまりにネガティブすぎて、1週間でやめてしまったということを、まあ、書いてあったんですよ。まあ、これもですね、まあ、ネガティブという言葉が出てきたので、まあ、拾ってみたいと思うんですが、こちらを分析のをさせていただきますと、僕が思ったのはですね、
ライオンの存在なんですよ。先ほどですね、ライオンの気質が、とても強いということを喋ったんですけども、それがここにどう影響するか。それは、ライオンさんというものは、さっきの大物思考を思い出してください。外では輝いていたいという、外に対して自分をいつでも明るく輝いているものを見せていきたい。が、ライオンさんはそこから、ギャップというものが存在するんですね。それはどういうことかというと、家に、もっと言うと、自分の巣に戻ると、オフになっちゃうんですよ。しかもそれが、かなりくっきり、はっきり、わかりやすくオフになっちゃうんですね。はい。皆さん、日記というものを人前で書きますか？書きませんよね。絶対に自分が家の中で、むしろ一番オフになってる時に書きますよね。で、その結果がどうなるか。はい。ライオンさんというものは、未来展望型、過去回想型、この今度は二分類ですね。まだ動画を見てない方はぜひ見てみてください。わかりやすく言うと、未来展望型はポジティブになります。そして、過去回想型はネガティブという風になります。僕はですね、ネガティブという言葉があまり好きじゃないんで、慎重という風に言ってるんですけども、わかりやすくネガティブとしましょう。そうなってくると、オフになった高橋海人くんというのは、ライオンのライオン気質が強い方になってくるんで、ネガティブという要素が強く出てくるんではないかという風に思ったんですね。その結果、書き綴ることが、そのですね、ネガティブなことによっていきやすいのではないかというふうに、僕としては思いました。しかしですね、そんなに書いてることはネガティブになってくるんですけども、僕の中のそこをもう一声すると、その見返した時に、あ、これネガティブだなと。で、こんなことを書き続けたら、振り返ってみた時に余計良くないんじゃないかなというふうに思った。だから、書くのをやめた。これ、僕の中では、ポジティブだと思うんですよ。結果的に。ネガティブを書き綴ってきたけども、そのネガティブに気づいて、で、それをどうするか。いや、ネガティブになるのは良くないから、この場合、やめようという風なものを選んだ。イコール、僕の中ではポジティブ。こんな風に思うんですけど、皆さん、いかがでしょうか。で、最後ですね。服を買いに行った際に、店員さんにやはり声をかけられて、おすすめってされるじゃないですか。で、その時に、断れずに買ってしまうというね。そういった悩みを、打ち上げていたんですね。声をかけられて、それでですね、何も買わないで、その店を後にしてしまうと、なんだ、キンプリ高橋海人、財布の紐かてえな。こういう風に思われてしまうんじゃないかなというのが、やはりあるらしいんですよ。で、これってやはり、自意識の高さというものにつながってってると思うんですね。これにもやはり、ここまで喋ってきた、大物思考と、プラスこの黒表というものが、やはりここもですね、要因にはなってくると思うんですよ。外に対しては、輝いている自分、何か勧められたら、ああ、じゃあそれいただきますっていう風に、やっぱりそれって、器が大きく感じるじゃないですか。かっこいいじゃないですか。なんて言ったって、大物思考、そして大物思考の中でも、このライオンとペガサスという、この二大巨頭、ビッグ型のね、二つを持っている高橋海人くんになってきますので、何も買わないで去っていく。なんてできないんですよ。そういったもうそれはですね、特徴になってくるから仕方がない。そしてかつ隠れには黒豹、やはり人からどう見られるのか、プラス黒豹さんは人からどう見られるかを気にしているところから、スマートにかっこよく見られたいという願望まであるんですね。なのでそりゃあね、手ぶらでね、店は後にできないんですよ。っていうものが、まず働いてくる。で、その自意識の高さというものも、この黒表というところから行くと思うんですけども、さらに、葛藤というものも生じてくるんではないかなというふうに僕の中では思いました。今度のこの葛藤は何かというと、この場合、そういった服、しかもこうブランドの服に行ったとしたら、そこで、芸能人だから、で、しかもその中でも、売れてる芸能人だから、そりゃもちろん買ってくよねっていうふうに思う。これって、そのように思うのが、やはり多数派だと思うんですよね。100人いたら、半分ぐらいしかそうは思いませんよっていうことはないですよね。もっと多くの割合の人たちが、そりゃそうだよねっていうふうに思うと思うんですよ。だから、
大衆の意見なんですよ。なぜなら僕は芸能人で、で、しかもキング&プリンスという看板を背負っている。そういった存在というものを自分の中で強く認識しているので、なんかそれを傷つけるというものは良くない気がするっていう、まあそういったことを思うのは割とやっぱり大多数になってくる。普通の考えになってくるっていう、この大衆の意見。その大衆の意見の合意を得たいというふうに思ってしまう。けれどもです。けれども、高橋海人くんの希望の動物は狼になるんですね。狼というものは、はい、独自型と言います。名前の通りですね。独自でありたいんですよ。オンリーワンでいたいんですよ。人と違う存在でありたいというふうに思っている動物なんですね。それを高橋海人くんは希望に持ってるので、そうなりたいというふうに思ってるんですよ。しかし、いつも、やはり、この、大衆の意見というものを、チョイスしてしまう。まあ、もうちょっと言うと、チョイスせざるを得ないと思うんですよ。その環境的に。まあ、しかし、自分の願望というものは、それと、真反対であるというのがあるので、僕は、この高橋海人くんは、そういったところで、いつも自分のチョイスというものに、まあ、多少なりとも、この葛藤というものが生まれやすいんじゃないかなというふうに、これもね、かなり深みになってくるんですけども、このね、服を断れずに買ってしまうというところから、そのようにね、分析のをさせていただきました。いかがでしょうか。はい。で、ここからですね、ちょっとこう、おまけという形の話になってくるんですけども、まあ、そもそもですね、この番組に、高橋海人くんが、まあ、来たというものは、その理由の一つに、ドラマ、だが、情熱はある。これですね。これ何かと言いますと、南海キャンディーズの山里亮太さんと、オードリーの若林正康さん。このお二人がやっていた番組、足りない二人という、まあ、こういった番組があるんですよ。まあ、それがですね、まあ、終わったわけになるんですけども、その最後に、これをドラマ化しますという、まあ、そういった企画が立ち上がったんですね。で、この際に、山里亮太さん役を、ストーンズの森本慎太郎くん、そして若林正康さん役をこの高橋海人くんがやることになったんですね。で、僕、ネットに出ている、まあこれ公式なんですけども、公式に出ているそのドラマの、まあ切り取りとかね、まあショート動画を主に見たんですけども、で、そしてコントを見たんですよ。これはオードリーのコントを、まあまんまですね、この高橋海人くんと春日さん役をやってる方のお二人でまんまね、再現やるというものが完璧のね、フルバージョンで載ってるんですけども、僕、それ見て、めちゃくちゃびっくりしたし、めちゃくちゃ感動したんですよ。っていうのも、正直最初、高橋海人くんが、この、オードリーの若林さん役をやるって言った時に、まあ、とりあえずね、これ、あんま関係ないかもしれませんけど、まず、見た目とかは全然違うじゃないですか。だからこれどうなっちゃうんだろうっていうふうに、正直に、本当に正直そう思ったんですけども、そのコントの動画、本当にね、皆さん見てください。めちゃくちゃ似てます。本当に、ここまでできるんだと思って、いやもうね、すごいですよ。喋る時の、間の取り方とか、喋り方とか、で、あれね、多分ね、目を閉じて、耳だけで聞いていたら、おそらく、若林さんの方は、本人がやってるんじゃないかというふうに、錯覚できるほどに似てます。いや、本当に、高橋海人くんの演技力ってこんなにすごかったんだっていうのを、いや、僕、びっくりして、そっからなんかね、異常な親近感が湧いて、高橋海人くん、これまでね、キング&プリンスの動画たくさん出してきましたけども、一気に好きになりましたね。より一層。いや、本当にびっくりしました。もうぜひね、見ていただきたいなというふうに思っております。っていうね、まあ、ちょっとね、熱い前置きになってしまったんですけども、このですね、オードリーの若林正康さん、このね、高橋海人くんと、ファイブアニマル的にも、似てたりするのかなということを、まあ、ご質問の方でもですね、同じペガサスということが書いてあったんで、まあ、気になって調べてみたんですよ。で、そしたらですね、はい、お二人のですね、ファイブアニマルは、こちらになります。はい。似てるんですよ、本当に。まあ、それはですね、やはり、本質のペガサス、そして、隠れの黒ヒョウ、ここの一致ですよね。ここの一致は大きいと思います。っていうのも、もちろんまず、本質が一緒っていうところで相当に大きく、さらにこの隠れというものは、その本質のいつも裏側にいる。
この本質をいつもある表層意識としたら、隠れというものは深層意識、要するに無意識という部分になるんですね。なので本当にその人の体をなす、意識をなすものになってくるんですよ。それが全く一緒なので、ここの一致というものは、まあ、非常に大きいんではないかなというふうに僕としては思いました。で、そこからですね、今度まあ若林さんの話になってくるんですけども、若林さん、自意識が高すぎるということをですね、まあそのドラマの説明上でもあったんですが、まあそれはこのファイブアニマルにペガサスが2つ、そして黒ヒョウですね。やはり黒ヒョウが2つ入っているので、まあそういう風になるのもまあ仕方ないなということを思いました。まあ先ほども言いましたが、この大物思考というものは外に対していつも輝いている自分を見せていたい。そして黒ヒョウさんは人からどう見られているのかということを常に常に気にしている。そしてかっこよくスマートであるというふうに見せたいというふうに思っているので、まあその結果、自意識化というふうに、まあ、なっていくのかなと思いました。いかがでしょうか？はい、今回ですね、コメント返信第16回ということで、キング&プリンスから高橋海人くんについてのご質問にお答えさせていただきました。動画がいいなと思っていただけたら、いいねやチャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。今回も最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。